こんにちは、賃貸の正木です。今回は奈良市西大寺北町にございます、ファミール西大寺の 1LDK マンションの方にやってまいりました。まず、リビングの方ですね、約12畳ほどの広々としたリビングになっておりまして、これぐらい広ければですね、ダイニングテーブルとソファー置いていただいても十分広々と使えるスペースになるかと思います。でまずキッチンの方なんですけどね、奥側にね、こういった形でシステムキッチンになっておりまして、でその間にね、こういうカウンターを設けておりますので、こちらございましたらね、朝食とか、ここに椅子を置いていただいてね、こちらで食べることもできるので、非常に使い勝手のいいものになるかと思います。でキッチンの方ですが、これね、非常にシンクも広々しておりますし、またこちら、コンロも備え付けとなっております。で窓もね、ございますので、換気も非常にしやすくいいですね。上の方となっちゃんと、上と下とございますので、お料理好きの方、非常にこういったキッチンでしたら、使い勝手のいいものになるかと思います。でね、ちゃんと冷蔵庫の置くスペース設けておりますので、こちら置いていただきまして、こういったね、棚もありますので、食材とか、また調味料とかね、置いていただくことも可能ですね。でリビングの隣は和室になります。その前にごめんなさい。こちら、エアコンですね。1台、備え付けとなっております。でこちらの方が6畳の和室ですね。こちらの方もね、寝室としてお使いいただくような形になるかと思います。でバルコニーの方ですね。リビングの方からも出れるようになってるんですけども、割と広めのリビングと、バルコニーとなっておりまして、洗濯機の方はこちらの方に置いていただく形となっておりますので、洗濯終わったらすぐにね、そのまま干せるようになっておりますね。はい。で、押し入れの方はね、こちら、クローゼットタイプの方に変更しておりまして、こういった形で置けるようになっております。でこちらの方はね、洋服かけていただけるようになっておりまして、こちらの方はお布団とかもね、直せるようになっております。で奥行きもね、非常に広くなっておりますので、収納豊富なお部屋と思いますね。次に水回りの方ですね、リビングに通りまして、でこちらの方がね、水回りの方になるんですけども、こちら、引き戸で仕切れるようになっております。でね、ここにね、もう一つクローゼットタイプのものがついております。もちろんね、洋服をかけていただいてもいいですし、また別の、ものですね、もう収納していただきます。でこちら、割と広めの独立洗面台備え付けとなっておりまして、その奥はおトイレですね。はい、こちら浴室となっております。非常に清潔感のある広々としたお風呂となっておりますので、ゆったりと入浴していただけます。で玄関の方ですね、こちらも割と広い玄関となっておりまして、こちら下駄箱ですね。で上の方にもね、ちょっとした棚ございますし、真ん中の方はね、ちょっとした飾り物とか置いていただいてもいいのではないでしょうかね。はい、そしたら、こちらの、マンションの方は西大寺駅から非常に近い、徒歩圏内のところになりますので、また社会人の方おすすめです。また 1LDK になりますので、お二人でもご入居いただけるかと思いますので、ぜひご覧ください。詳しい、条件の方に関しましては弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のご来店をお待ちしております。